はい、さい。ですよ。中華なびら。今私たちは湯河原にある温泉に向かっています。韓国に行けなかったので、東京の実家でしばらく年末年始を過ごすことにしました。なので沖縄にあまりない温泉旅館にこれから遊びに行ってゆっくり過ごしたいと思います。日本の旅館がどんななのかご存知の方も多いと思うんですけれども、まあ、今後もしコロナの状況が良くなってまた日本に遊びに来られる方もいらっしゃると思うので温泉の紹介を今日はしたいと思います。ちょっと本当に行くの？しーちゃん、靴下脱がないでください。脱がないんだ。ここ寒いから靴下履いててください。あれ、靴下今捨てた？靴下今捨てた？片っぽ。目的地は右側にあります。おお、もみじがめっちゃ綺麗だね。かわいいか。おいでおいで。どうぞするの？どうぞどうぞするの？あれ、行かないの？はい、上から小中大です。なるほど。小さかったら胸は、うん、大きなものですか？はい、大きなもの一応あるんですね。あります。まだもう上ありますので、お風呂場にね、はい、バスタオルとございませんのでお待ちください。はい、それ鍵だよ、鍵。あ、これ障子ですよね。怖いね、これ破らないように気をつけないとだね。それ叩かないよ、そう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 ね。それも触らないでいいよ、触らない、そう。こっちおいで。届くかな？え、引っ張らない。よいしょ、よいしょって。すいません。うん、そうだね。遠くから見てよ、こうやって。ね。저희가오늘온곳은일본전통가옥으로만들어진옛날부터역사깊은욕탕이고여기는욕장이총4개가있고그4개를전부다같이온사람들끼리만전세내서쓸수있는그런시스템이라저희같은경우는저희셋밖에없잖아요시우를같이데려갈수없으면한명씩가야되고그러는데저에게는딱좋은그런시스템의그런욕탕입니다あと結構貸し切り風呂、家族風呂ってなんか追加料金がかかるところ多いんですけど、ここはもう追加料金とか何もなく何回でも1回あたり30分で、何回でも入ることができます。で、このようにチェックインを済まして中の設備とかをいろいろご案内していただいた後に旅館では普通こうしてお茶を入れておいただきます。で、旅館は大抵こうしたあの和菓子、和菓子、お茶菓子がついているので、まあ来たらまずお茶を飲みながらこのように食いしん坊のジェホ君はもう真っ先に食らいついておりますそしてそんな間に信玄餅かな。信玄餅、君はまたスリッパ見つけたね。ちょっと不安なのがこうしてここ障子なんですよね。これをシユが破らないかっていうのをすごく気をつけないといけないなと思います。頼みますよ。おっと。で、今回あのシユが一緒なのでこのように2部屋あるようにして、一部屋ではシユを寝かしておいて、もう一部屋で夜遅くまで2人で、ゆっくりする予定です。그리고생각보다목적건물인데난방이괜찮네요。네、생각보다따뜻합니다。물론이제어이구조심해。아이그걸또왜먹고。はい。で、今回そのしーちゃんがいるので、朝ごはんとお夕飯はこのお部屋で食べられるところを選びました。すごく大型旅館とかもあると思うんですけど、今回この旅館も16部屋。또少ない所を選びました。뭐사실、네、장단점이있어요。저는사실큰대욕장을되게좋아하는편이라。아소。그래서저는큰온천호텔같은데도그런온천호텔식의욕탕도되게좋아하거든요。왜냐면그런데는진짜대욕장자체가되게크고온노천온천도되게크게잘돼있어서
근데 비통 이빨 나는 와. 아마 그거는 뭐 어쩔 수 없죠. 그 아니면 평일에 오든가. 평일 오면은 뭐 사람이 적을 수도 있고. 맞아, 確かに 그러다네. 근데 어쨌든 이런 곳은 또 이런 곳의 매력이 또 있으니까. 그러네. 고즈넉하고 아담한 사이즈의 료칸의 매력을 충분히 여러분들한테도 조금씩 좀 전달을 해 드릴 수 있으면 좋겠구나 하고 생각을 하고 있습니다. 그래서 3시에 지금 체크인했는데 오후의 식사가 시작하는 6시까지는 ゆっくりと 온천 온천을 즐기다리とかして 過ごしたいと思います. 또 ご飯 먹을 때 어떤 ご飯이 나올까 소개したいと思います. 대체 こういった お部屋のクローゼットの中に 浴衣が 用意されています. あと 浴衣の上に羽織るものと それから帯と靴下が あります。これは大抵、お風呂に行くときに着ていって、もう温泉では、温泉旅館では、もう浴衣でそのまま過ごすことが多いです。ゲストと温泉場、何探しに来たの。あとはお風呂に持っていけるように、とこういう袋が大抵ついてます。何が入っているかというと、この中にタオルと歯ブラシ、もうこのまんまこの袋に入れて、温泉にそのまま持っていきます。 嬉しいね。なんか新しいところに来てこの子興奮してます。すごく。結構温泉も新しいところとか、こう和洋折衷で和洋室のところをリノベーションしてるところとかすごい多いと思うんですけれども、私たち結構こういう古風な雰囲気が好きで、こう老舗旅館とかあと大きいチェーンとかじゃなくて個人のところを探して泊まることが多いですね。 아마 와보신 분들은 아시겠지만 료칸방의 방 넓이를 나타내는 방법은 약간 호텔들하고 다르죠. 보통 호텔들은 이 평방미터 숫자로 방 넓이를 나타내는데 이런 료칸들 같은 경우에는 몇 조인가를 따지죠. 지금 보시면 이 밑에 다다미가 요 네모난 한 칸이 다다미 한 장이거든요. 요 한 장을 다다미 1조라고 치고 10장 깔려있는 방이니까 이 방은 넓이가 10조짜리 방이 되는 겁니다. 대략 한 장이 어느 정도냐면요, 이렇게 어른 한 명이 이렇게 누우면 대략 11조짜리 딱 거기에 들어가요. 그 사이즈를 대충 상상하시면 대략 맞습니다. 네, 그런 거고요. 시작! 시작! 네, 그러면 온천에 가볼까? 그러면 온천 다녀오도록 하겠습니다. 네! 오늘 가는 데는 가족탕이라서 아마 조금 가족탕 분위기 같은 것도 좀 보여드릴 수 있을 것 같아요. 네. 하이. 그럼 같이 가서 한번 보시죠. 아, 거짓말 했을 때 이네, 이 간지다네. 네. 모미지도 조금 남았대요. 위에 거. 완전히 위에 거다. 또다. 아, 여기네. 気持ちいいな、ほら。気持ちいいね、シユ。高さちょうどいいの、ここ入り口。うん。嬉しいね。シユの離乳食は東京から作ったのを持ってきてます。ね。いただきます。今日は納豆と人参と白菜です。 なんか旅館の方がちゃんと温めてくださって、スプーンセットも貸してくださいました。美味しいシユ。 다행히 무사히 시장이 밥을 다 먹어줬어요. 그래서 이제 지금 시간이 이제 5시 반쯤 됐습니다. 그래서 이제 곧 있으면은 6시쯤부터 이제 저녁 준비를 하러 이제 일 도와주시는 아카이 분들이 오실 텐데 시유를 한번 재워보고. 잘 주면 고맙게도 저희는 천천히 여유롭게 저녁을 먹을 수 있을 것이고 혹시 시유가 자주지 않으면 뭐 어쩔 수 없죠. 뭐 그런 거죠. 네, 뭐 그렇게 할 생각입니다. 三色バター。
今日なんとこの週間朝4時に起床いたしまして、はい、朝早めにお風呂に行って、でもう一回朝ごはんの時に寝かせようかと思ったんですけど寝なかったですね。ってことでここに一緒に座ってます。シーは先にあのレトルトの離乳食あげたんですけど、最近こういうもう何飯食べれるようになったので、ご飯にちょっとお味噌汁の汁を入れて、ちゃんと旅館の方がシー用のお茶碗とスプーンフォークセットくださったので、シーくんにあげたいと思います。私食べましたね。こんなに品数が多いものを朝からいただけます。화장실화장실이라고보통화장실화장실화장실밥하고된장국이나오고요거기에보통생선구이가메인반찬으로나오죠이렇게거기에오늘은이거는찜요리샐러드랑그리고절임요리죠같이절임요리들같은것들이같이나왔네요いただきます。おいしい。ちょっといつもよりご飯硬いね。あ、いいねいいね、食べるね。じゃあ、밥이맛있어서밥만먹어도맛있어。おいしいね。じゃあ、旅館에서밥잘주는데는밥을진짜맛있게잘지어주거든요그래서그냥밥만먹으면맛있어요그리고사실아침부터이렇게많이먹지않잖아요그래서요간에서밥먹고나면그날점심은거의못먹을정도로배가부를때도있어요1시간2시までね食べれない時も。はい、朝ごはんの後少し朝寝をして、今10時になるのでチェックインの時間で、チェックアウトの時間です。ね、今日も楽しい温泉旅行でした。いや、좋았네요。今日も動画を見ていただきありがとうございました。다음영상에서또뵙도록하겠습니다。하나둘셋チバリオ。食べないでください。食べないでください。汚い。ほらまず